どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの教えに火をつけちゃうぞ。新年明けましておめでとうございますですね。はい、明けましておめでとうございます。本日はですね、幼馴染の青木かのんさんにいらっしゃいました。イエーイ、イエーイ、元男の子の青木かのんです。イエーイ、イエーイ、はい、もう初っ端からぐだってるけど大丈夫ではあのタイトルにもあると思うんですけど、まあ、あの目標ですね。目標ですよ。目標伝って結構大事ですよね。何、どこまで目標立ててんの今本年は、まあ、3万人を目標に、ね、ジョニー突っ走っていきますんで、はい、はい、でね、まあ今月ですよ、まあ1年の最初の月ですよ、1月ですよ、1 盛大にくしゃみするな。1ヶ月ごとにね、チャンネル登録者数の目標数値をこうね定めて、でそれがいったらこういう企画をしますっていうのを、まあマニフェストですよね、この前言ったマニフェスト、はい、こういうのを、こういう企画やりますっていうのを毎月ね頭にちょっと宣言してやっていきたいなと思います。目標なんですか？登録者数。登録者数です ね、見やすいもんね、それが分かりやすい、うん、だ今現時点で1100 1200人ぐらいじゃない今。1200人ぐらい。1月終わるまでにどうだろうね、これだ3万人いかなきゃいけないペースだよね。うん、雪だるま方式で増えていくって考えると、うん、登録者数が、はいはい、そういう経験がないので実際どうなのか分かんないです。本当に分かんないですけど、結構ね、あの YouTube あるあるみたいなんだけど、うん、なんかどんなにいい動画でも登録者数少ないとなんか、うん、あ、これどうせそんなに良質な動画じゃないだろって先入観持つ視聴者多いみたいなの。確かにうちもそうなの。なんかサムネとか見ていいなって動画思うけど、はい、再生数40回とかだと、あ、これあんまりいい動画じゃないんだと思ってスルーしちゃうの、はいはい、結構ね、数字って大事だと思う。見える数字だけでも。なるほど。1月はですね、もう勢いに乗りますよ2000人いきましょう。2000人。毛が引っかっち、おい何毛言わない。2000人いったらじゃあどういう企画をするかと、シュールストレミングを食べる企画をやります。はい皆さん知ってますかね、あのシュールストレミング。自分が一番分かってないかもしれないですけど、ちょっと情報調べよっか。そうですね、シュールストレミングどんなものか解説が載ってると思うよ。はい、結構分からない方いらっしゃると思うんですけども、解説読みましょうか。うん、まあ要はあれですよ、めちゃくちゃ臭いやつですよ。臭い食べ物世界一だっけ。世界一だ、確かね。そうだね。で、じゃあ元女子アナ、あれを読みますよ女子アナ宣言したね。はい、いくよ。はい、シュールストレミング、フィンランド語、違う、噛んでるじゃん。あ、違う、シュールストレミングは、はい、スウェーデンの食べ物で、うん、塩漬けのニシンの缶詰、はいはい、その強烈な匂いから世界一臭い食べ物と評されることもある。世界一、うん、なんかね、保存には塩が、分かんない、ちょっとグダった女子アナおい、うん、まあ要はあれで発酵させてるんだよね。あー、強烈なね、うん、どんな匂いするんだろうね。だって他の YouTuber さんとか見るとさ、うん、吐きながら食べてる人がほとんどじゃん吐きながら食べる、うん、臭さとかって、臭さとかもやばいって言うじゃん、で納豆が452だとしたら、シュールストレミングは8070。うわー、すごいね。草屋が440なの。有名じゃん草屋とか。はいはいはい。あ、草屋が焼きたてだと1260だから。でもダントツじゃんこのシュールストレミング。ね、やば、これは食べ物じゃないよもはや。え、どうすんの、完食、完食できんのかな芋吉に手伝ってもらおうか。芋吉とこのシュールストレミングを食べる企画をやります。はい、これ大丈夫かな。行った手前ちょっと後悔してるけどな。大丈夫かな、うん、頑張るしかないと思う。そういうチャレンジできるように、うん、ジョニーを引っ張っていってくださいっていう感じじゃない、はい、皆様のご協力があっての企画ですので、僕がね、シュールストレミングを食べてね、うわーってなってるね姿を見たい方はですね、うん、ぜひですね、チャンネル登録拡散の方お願いします。お願いします。多分ね、あのアマゾンに売ってると思うんだけど、うん、うわ、たっか6000円とかする。え、そんなすんの、うん、ザ・ソースマンじゃ世界一辛いホットソース14000円。やばいね。いや、すごいんだこれは。やばいね。これなんか部屋で食べるともう部屋に匂いがついちゃうんでしょ。うん、やばいと思う。それぐらい危険な食べ物らしいんで、じゃあ皆さん楽しみにしておいてください。で、今回出演していただいた青木さんのチャンネルは概要欄に貼っておきますんで、フォローお願いしまーす。お願いしまーす。はい、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。いやー、どんな匂いするのかね。ね、ジョニーの脇とどっちが臭いかな。おい
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK。